やばい、テロップ消しちゃった。初めてのクッキー作り後半戦。洗い物やりました。え、待って、テロップつかないんだけど、何のいじめよ。何だったっけ、初めての3回目クッキー作り後半戦いけ、よし、いけた。今から肩をやって焼きます。洗い物も全部終わらせてアイスも食べれて満足。こちらお芋です。このお芋みたいなやつを、あのなんですけどこれはさ、どうやってさこねたらいいか分かんなくて、こねる、なんかこれが家にあったからこれで伸ばそうと思うんですけど、どうやってさ伸ばす、ラップの上から伸ばすの、わかんない。え、どうやって伸ばせばいいかわからないです。え、このさ、食品の上からやるのは良くないよな。どうやって伸ばせばいいかわかりません。粉引いた方がいい？粉？何の粉引くん？え、どうやってやるんだろうか。どうやって伸ばすの？肩あるけど、その前に伸ばしたい。あ、じゃあラップの上から伸ばすってこと。あ、わかった。これ半分に折ってこうやって伸ばせばいいのかな、この上から。わかんない。クッキングシートでいいや。じゃあわかんないです。何でもいいのか。じゃあ何でもいいってことか。じゃあラップの上でいいか。足で踏む。じゃあ伸ばします、今から。あ、でもラップが足りない。あ、じゃあラップを今、あ、くっついちゃうの。じゃあクッキングシートでいいや。クッキングシートに信用はあるので。あ、なるほどね。よいしょ。じゃあクッキングシートにする。ラップは へばりつくらしい。合ってんのかこれ、うるさすぎるやん。じゃあ今から粉を、粉じゃないクッキーを伸ばしていく作業を始めます。レイお願いします。じゃあ一応ラップの上からやりたいと思います。衛生的に耳に爆音すいませんね、多分うるさかったでしょう。伸ばすのむず。2ミリに伸ばすって書いてた気がするんですけど、クッキングシートに信頼あるんですよ。まだね2回ぐらいしか使ったこと。生地を2ミリ程度に伸ばして、だって2ミリ程度に伸ばす、伸ばします。2ミリとか言われても分からんけどね。ファイターありがとうございます。2ミリ分からへんけど、まあ適当にやるわ。いけ、すごい、めっちゃ大きくてやばい。2メートルやないかな、そんなバカでも。これうるさいですね、クッキングシート。なかなかの爆音でやっちゃってますけども、2ミリいい感じかな。分厚いかな、見た、見せたい。べっこう飴に見えてきた。どうですかこれ、何ミリ、これ誰か測って、これ何ミリですか。むっちゃ大きい。もっと薄いのかな、もっと薄いのかな。6ミリ、まだだね。じゃあ5ミリぐらいありそうだ。あ、なかなかある。え、机が足りないからちょっと下げます。まさかの机が足りない、なんか落ちました。よし、いい感じね。ミリむずい。あ、分厚いんだこれ、わかんないですね、ちょっと。でも分厚かったらさ、中までなんか火通らなそうだから。
結構分厚めにやっちゃいたいと思います。お好み焼きちゃうわ。押したら引くとはめっちゃ適当にやってます。結構難しいですね。2ミリは1円玉2つ。1円玉は分かんない。最近お金を目にしないから。あ、いいんじゃない？ピザ作ってるみたいになったけど大丈夫？ピザ作ってる。これはピザ職人やわ。すごい、もうお芋にしか見えへんもん。厚さは均一。なるほど。頑張ります。なんかまだバターの匂いがするんですけど、え、これ家の問題？まだバターの匂い。いいんちゃう？良いかもしれない。マジピザ作ってるみたいな。こんな感じ。あ、分厚いかな。ちょっともうちょっと細くしたいけど、あの幅が足りん。思ったより大きすぎて幅が足りん。めっちゃでかいね。やばい、はみ出るわマジ。ピザみたいやな。良いかなこれで。あ、まだ熱いんだ。大体でいいんやけど、ちょっと気になっちゃうよね。熱いんだね。すごいね、結構こねてるよ今。クッキーの型はハートだけ家にあったんで、ハートで作ります。難しいわ、クッキーまでの道のりは長い。マジ修行してる気分やもん今日。均等にすんのはむずいな。多分均等じゃないよ。あ、もう膨らむんやクッキー。そうなん、膨らむみたいです。これってラップの上からやる意味あるんかな。衛生みたいな感じでやっちゃってるんですけど、やっぱはみ出ちゃう。10円玉わかんない。お菓子作るのは2回目です今日は。私はこの前のやつと今日で2回目なんですけど、あ、いいかもしれない。あ、めっちゃでかい、やばい、見てもう何かわからないの誰もクッキーには見えへん。まあいいや、肩を取っていきます。質問なんですけど、あ、いいね、ありがとうございます。これあるじゃないですか、これさ、クッキングシート引いて焼くのか、そのまま焼くのか。でもクッキングシート燃えちゃう？燃えちゃうかな。あ、余熱まだです。これ1個終わってから余熱してやります。あ、クッキングシートありでも大丈夫？あ、シート引くんだ。じゃあ引いときます。危な、燃えるかと思った。シート火事が一番ダメだから。足りないんちゃう、クッキングシート。あ、ひっつく引くんやね。これさ、もしかして2回に分けて焼かないとあかんパターン。あ、絶対引かなあかんの。そうなん、そのまま乗せるんかお皿に乗せるんか分からなくて。まあ肩取っていきます。今日使う肩はこちらとこちらとこちらです。むっちゃハートあるんですよ。もうこれだけで女子よね。このちっちゃいのでやりたい。2回じゃ終わらない？鬼やん、やばいですね。私どうやって肩取るんやろ。あ、めっちゃザクザク音がするザクザク音がする。え、どうやって肩取るの？え、どうやって肩取るの？あ、なんか絵柄みたいなのしかつかない。見て、ここにハートやったんですけど、
取れない。どうやって取るん。あ、取れる取れる。あ、取れた。あ、でも破れた。めっちゃむずいやん。え、めっちゃむずいんですけど。あ、無理だ。どうしよう。何がダメかわかんないけど、ちぎれちゃう。薄いからかな。ちぎれちゃうんですけど、下まで押し込んでるつもり。あ、周りというかハートが破れちゃうんですよ。難しい。え、難しい。芋に見えてきた。だって肩でこんなむずくなると思わんかった。え、なんか半分しか取れない。ハート割れちゃってるよ。ピエンです。やばいやばい。ここで時間取ると思わんかった。どうしよう、どうしようかな。もう一回こね直しますね。薄いのかな。でもどうやって分厚くするんだろう。またバター臭いわ。やばい。じゃあ分厚そうなとこからやります。じゃあ、あ、型は外さないで周りを取る。あ、むずいね。もう一回挑戦してみます。いけ、周りを取るんだ。あ、あ、そういうこと。型を取らんと周りだけ取るってこと。え、むずすぎやろ。待って、匂いがやばいんですけど。取れる取れる、周り取れる。あ、そういうこと。周りはもうぐちゃぐちゃでもいいんだ。あ、え、すごいすごいすごい。え、すごい、もう感動。見せたいんですけど見せれないっていう。できたできた。そういうことね。ハートです。ちょっとなんか変だけど、はい、焼きます。あ、余熱しとこう。じゃあもう余熱しときます。今のうちに周りを取れるんだ。そういうことね。すごいわ、周りを取るんだ。ステラおばさんすげえな。難しいわ。で、余熱を先にしときたいので、180度で余熱。まだいい？わかんないです、タイミング。じゃあまだやめとく。あ、じゃあもうちょっと作ってから余熱しますね。じゃあわかんないですね、本当に。もう一個作ります。匂い本当にやばい。バター本当にやばい。周り取っちゃうんだ、変なの。すごい、本当にすごい。え、すごー、匂いやば。取れた。え、めっちゃ綺麗だわ。やばいわ、急に才能が現れとる。やべえ。なんかジャリジャリ音はするけどね。肩刺したらジャリジャリするけど。なるほど、こんなに肩が難しいとは思わんかったわ。めっちゃ可愛い。ハート可愛い。匂いがやばい。本当に無理なんですけど。臭いな。いい感じです。いい感じだけど、え、めっちゃ時間かからん？これ大丈夫？結構ね、6時までには終わらしたいですけど、無理かもね。無理かもしんない。犬が、もう犬が、やばい、くっさい。バターなんでこんな匂いきついんですか。もう犬喧嘩よ喧嘩。さすがに喧嘩よこれは。やばい、ティッシュいるね。よいしょ。外ドッグランじゃないわ。やばい、めっちゃ時間かかるこれ。やばい、もう一回生地を伸ばすんですね。それで、やばいね、こんなに時間かかるとは思わん。大変だ、急げ。
間が迫ってきてるから、どんどん雑になっちゃうね。やっぱりそういうとこがダメなの。もう一個大きい型でしようかな。ちょっとめんどくさい。もう一個大きい型でやります。ギザギザで可愛いんだけど、生地が薄すぎてやばいな。これめっちゃ可愛い。こっちかな。やばいですね。すっごい時間かかるわ。もうパッパって終わらせれちゃうと思ったら、まさかのよ。すごい、誰かが叫んでるよ。よし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 。やばい、めんどくさくない？めんどくさくない？めっちゃ時間かかるやん。びっくりなんですけど、でもまあ女子力を上げるためにこれぐらいはやらないと。かわいいけどめんどくさい。量が多い。ほんとそれ、量が多いんよ。やばいですね。何人前作ったんやろっていうぐらい。しかも1回で焼き上げる予定だったのに、多分1回じゃ絶対無理じゃん。やばいです。アイシングって何ですか？しかも結構こねるやん。パン作ってるんじゃないよ。やばいです。受収穫上がってるけど、時間がかかる。すっごい時間がかかる。なんかさ、あれ、ホットケーキミックスとかさ、クッキーのやつとか探しにスーパーとか行くんですけど、何も売ってなくて、あのパン作るやつだけ売ってるんですね。どんだけパン作らせようとすんねんっていうぐらい、あんまりパンのやつしか売ってなくて結構困ってます。もう自粛さしてなかったら絶対こんなん作ってないよな。自粛って怖いわ。暇すぎたら人はこうなってしまうんです。暇ではないんだけど、暇ないよ。やることはあるんだけど。パンはね、作れるのかな。むずそうじゃない？パンって作れるもの？難しそう。何時から焼き始めるの？だってもう肩が終わったら焼きたいんですけど、終わんない。肩が全然終わんない。量多すぎだわ。でも肩抜くの上手くなってきた。名古屋に戻ったら絶対お菓子なんか作んない自信がある。もうめんどくさいよ。台所狭いしな。材料もないし、一から買わないとあかんやん。パン簡単なんや。なるほど、詳しそうですね。パン炊飯器でパン作れる時代か。私は炊飯器ではご飯しか作ったことないですね。すごい、これ誰かにやってほしい。ほんと長い、ほんと長い、やばい、ほんと長いわ。ハート100個ありがとうございます。余熱しといた方がいいかな。なんかどのタイミングで余熱したらいいかわかんない。最寄り駅どこってバリシンプルに聞いてくるやん。やめてや。やばいです。めんどくはないで、めんどくはないで。少し手間がかかるなという感想でございます。でもびっくりすると思う。バリ綺麗なハートがいっぱいできとる。
余熱時間かかるんだ。やっといた方がいいかな。なんていうん、焼いてる間にもう一個もしようと思うんだけど、やっといた方がいいのかな、わかんないですね。手伝ってほしいぐらいやばいわ。ここはこんな時間かかると思わなかった。なんか適当に終わらせて終わっちゃうんかなと思って。余熱しとく？じゃあしとこっかな。予熱してきます。180度で。あ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。予熱いけ。予熱の仕方も完璧よ。この前まではもう予熱のことすら調べてたのに。肩がこんなにも時間かかるとは思わんかった。ほんまに。仕上げに愛情入れないとね。かわいくかわいく。クッキーバリ時間かかってるんですけど、びっくりしてる。クッキーめっちゃ時間かかってます。やばいです。2時半から始めてる。まあ、30分休憩したけど1時間か。で、またこねるのがね、何回こねるんっていうぐらいめっちゃこねるんですけど。やばい。臭いバター。やばい。あ、これめんどくさくなってきちゃうやつじゃん。どんどん雑になってきちゃうやつじゃん。ミュウにはわかるわ。モイモイ気はしないの。しない。心の中でしときます。すっごい時間かかる。自分でもびっくりしている。しかも2回でも焼けない説ある。3回焼かなあかん説ある。やばいんですけど。マジ今日のハイライトはバター臭すぎです。多分苦手なんですよね。バター、バターが悪いんじゃなくて普通に苦手っていう。時間かかりますね。びっくりだわ。やばいわ。3回焼かなあかんかもしれん。3回の未来が見える。視聴者プレゼント。じゃあ配信を3回に分けるんじゃなくて、焼くのが多分さ、うわバターやばい。焼くのが多分3回焼けないといけない気がする。そんな気がする。あ、やばいやばいやばい、割れてる割れてる。すごい、見てください。バターの匂いやばいね。見てください。見て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 、かわちい。やばい、いい感じです。これをまだ作ります。で、これ余熱が終わったらこれ焼くでしょ。でクッキングシートがなくなるわ。やばいわ。はい、もう一個やります。やばいです。超長いです。今日はこれも美味しくできないとやばいですね。使い回せると思う？なくなったらじゃあそうしよっかな。ギリギリあるかないかぐらいなんですよ。あお。目張り女子でやばい。しかもハートだから余計女子っぽいよな。いいですね。見習ってね、みんな。
再利用できるんだ。ぜひ女子力の参考に私を使ってください。すごいいい感じだ。痛い、足ぶつけた。誰に言ってで、皆さん女子力欲しいなと思ったら私の配信を見てくださいね。本当に良いしょ。もう一個もやっちゃおう。ハートの型です、全部この2個で。余熱長いね。やばいな、バターの匂い。本当にもう7周回って好きになりそう。本当に臭いわ。まだ余熱してます。再利用したらよかったね。まあ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 、時間短縮ということで。肩が一番時間かかるかも。やばいです、めっちゃあるんですよ。何も考えんと作って、そう多分3回焼かなあかん気がする。ピエンピエン。肩がやばいわ。一周回るだけなんて甘いよ。もう7周ぐらい回って好きなんよ。まだ慣れないけど、匂いが、まあ匂いがするから安心です。コロナではないかなということで。やりにくいわ。あ、余熱が終わったので1個焼いてきます。1個、ですね、1234567891011121314151617枚焼きます。何分だったかな。13分焼いてきます。いってきます。このクッキーちゃん第1弾出陣。大丈夫？あれなんですけど、あれなんですけど、何？髪燃えそうなんですけど、本当に大丈夫かな？めっちゃ心配。クッキングシートが燃えないか心配。あ、破れた。生地が破れたからやり直し。今1個焼いてます。ドキドキ。これでもう失敗したらもう全部失敗だ。本当に燃えそうだわ、クッキングシート。大丈夫かな、本当に。匂いが、きつい。やばいね。これ、クッキー作れたらさすがに女子よね、もう。みんなが認める女子力。っていう感じで。いいね、肩作るの上手くなってきた。長いわ、長いわ、すごい長い。まだまだあるのよ、本当に。3回焼かなあかんわ。オーブン壊れないかな。3回も急に働かされてさ。アナンちゃんのショールームが始まりました。
ごい時間がかかる。消火器ありますか？ないですね。消火器ないですね。こねこね。うどん作ってるみたいになってるけど大丈夫ですか？うどん作ってるみたいな。すごいね。手がバターっぽくてむっちゃ嫌なんですけど。みんなの家消火器あんの？逆になくない？家に消火器ってなくない？だからもう2ミリとか忘れてたよね。もう一回やるわ。2ミリとか完全に忘れてた。やばい、はみ出そう。普通あるん？ほんまに？消火器ってあるもんなん？ないものやと思ってた。びっくりなんですけど。びっくり。なんかないのが普通かと思ってたけど、みんなあるっぽいね。そうなんだ。ないですね、家には消火器は。消火器の使い方もわかんないよ。勉強しとかないと、いざ火事になった時、まあ消火器ないんですけど、ないんですけど、一応ねできるように。黙々と作業しております。もう飽きたよ。クッキーの肩抜くの飽きたよ。いや、くっさ、やばい。避難訓練しなかった。嘘、覚えてないな。なんていうん、消火器の使い方とかは学んでないけど、あれはやったで。あのグランドに出るみたいな、あの何、火事が起こった設定でグランドに出るみたいなのはやった。それはやった。どんどん破れてきたわ。すごい破れやすい。こんなめんどくさいこともうしないわな。クッキー好きなんですけどね。あ、そう、ハンカチで口を塞いでかな、わかんないけど。そう、グランドに出るみたいなのはやったことがあるっていうか、何回もやってる。それは小学校の時に火事を、てか一回本当になんか火事で出たことある、グラウンドに。なんかね、そう、めっちゃ大きい火事ではなかったけど、火事になって、疲れてて草だって、バリ疲れてます今。賞味、いや違うんです、長いんです、思ったより。こんな長くなると思わなくて。そうそうそう、家庭科室がね燃えたんですよ。それで一回本当に外に走って行ったことはある。やばい、長い。家庭科室燃やしたの？私は燃やしてないです。そんなことしない、したことないですけど、その燃えた感じのことはあります。ミオじゃないよ、もちろんミオじゃないよ。やばい、これ誰かに手伝ってほしい。マジ長い。もうどんどんハートじゃなくなってきたんよ。なんかバーツターとかももう気にしてないんよな。店長落ちすぎ、落ちすぎだって。だってもう手が汚れるし、時間かかるしって感じで。誰か手伝ってくれますか？やばい、テンション下がってきてるのバレてるからな。そう、分かりやすいってよく言われる。長いんよ、長いんよ、本当に。女子力低下中、やめなさい。そういうとこやね、女子力っていうのは。こういうのも面倒くさがらずに
やるって、そう飽きたんよね飽きたんよ、筋肉なんだけど飽きたんよ。すっごい手が汚れるんよね、しかもこれ3回焼くってなったらマジで飽きる、マジで飽きる。しかももう分厚くなってきてるからやばいな、もっとちゃんとゆっくりします。やばい、急に吸うすぎてやばいよなしばらく作んないです、クッキーは。長い長い長い、楽しいよ、楽しいけどね、楽しいけど。テンションは焼けた時のあの感動のために置いとくっていうことで、そういろんな形があると楽しいんですけどね、ハートしかなくて。そうなんですよ、マフィンの方が簡単、マフィンは混ぜて型入れたら終わりなんですよ。これはすっごい長い、すっごい長い、やばい、あもう無理なんよね、ずっともうこんなんなってんのよ。落ち着こう落ち着こう、頑張れー。やっぱここで女子力見せつけな、うつみ千年っていう感じで。すき焼き丼の方が楽よ、なんか今まで料理作ってきた中で一番クッキーがしんどいです。ちなみにまあそんなに何個も作ってないんですけど、料理の中でもダントツクッキーだわ。やばい、早くクッキーの焼けた匂い味わいたいっていうぐらい本当にバターやばい。ピエンですね、ピエン。お菓子は大変って言いますね、ね、だから避けてきてたんですけど、ついにお菓子作る時が来た。あのね、ゲームの罰ゲームで負けて姉ちゃんとで、お菓子作るってなって今作ってるんですよ。そう、マリオカートで負けたのでだからです。私バターの匂い嫌いだからってさ、握手会でさバターとかつけてこないでね、本当に手にバターとかつけてこないでね、いじめだいじめ、本当にバター無理だ、本当バターしかもベタベタだからバター絶対つけてこんといて、本当にやめてくださいよ。手にバターマーガリンもあかんから、マーガリンも無理なんよ。そう、もうバターの匂いした瞬間もうありがとうございましたなんで、気づかんのかな、どうなんだろう。もうたまにさ、私さなんか握手行ったことあるんですけど、握手終わって手がむっちゃいい匂いの時があるんですよね。いい匂いになる時があって、ずっと匂ってる、握手終わった後友達と匂って、え、めっちゃいい匂いやばいやばいみたいなずっと言ってんそう、たまにね、たまにいるんですよ、めっちゃいい匂いな人、わかりますか。なんかたまにね、香水の匂いがすごくいい匂いで、握手終わった後に手の匂いを匂ってしまう。鼻かくふりして家具だっておもろい。確かに一人だったら無理よな、私なんか友達とだったからめっちゃいい匂いとか言ってたけど、確かに一人だったら無理かも。みよ、おまわりさんこいつです、やめなさい、やめましょう。いいとかは真似しようだって、でもいいですよね、いい匂いとんって、なんか気分が。もうね、私だけじゃないと思うんですよ。そうそう、だからいいじゃん、だからいいじゃん。そう、一人はしんどいよね、一人だったらどうしよう、こう誰も見てない時に。やっぱ鼻がかゆいふりするのが一番なのかな。やばい、チーズもダメです、チーズの匂いもダメ。香水ね、特に興味ないんですけど私は。
頭痛くなってきたわ本当に頭が痛くなってきたわ。私の手の匂いは毎回変えようかな。こういつもさ香水だったら飽きちゃうから、今日はトロサーモンの匂いとか。でもう、あ、じゃあその日のケータリングの食べ物で匂わせるっていう、どうですか。あ、今日はご飯多分何々だねみたいな、みんなで当てるゲーム今日絶対トロサーモン食べたでしょみたいな会話をするっていう、手の匂いで。あ、焼けたんだけどみんな嫌って言ってるんだけどまあまあまあ仮の話よ。そう、今日は焼きそばだったねとか感じのそう、毎回変えていくみたいな。よし、取ってきます。レベチだった。服で行こうと思ったらバリ暑くて焼けました。あらね、硬くないのはさ大丈夫。これ冷やしたら硬くなるのかな。なんかなんだろう、こんなんです。見た目はむっちゃできてるんです。あっつこれを椅子の上に置いてたんですよ。バリ熱い。あ、出来たては柔らかいんだ。じゃあこれからさ硬くなるのかな。なんか椅子バリ熱くてやばいんですけどびっくりした。椅子バリ熱い。椅子燃えそうなんですけど、熱い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 。座れない座れない。じゃあ焼きたては柔らかいみたいなんで、もう次のやつ焼いちゃいます。冷めるまで待っとく。お皿とかいるね。クッキーを取り出す。めっちゃ熱い。もう椅子熱くておもろいんですけど、すごい。たたたた。はい、じゃあお皿に移す。見てこれとか、完全にクッキングシートでやられたんよクッキングシートが歪んどって、やばい。本当にあのこけそうじゃない。あ、すごい美味しそう。すごい熱い熱い熱い。美味しそうだけど、成功なのか失敗なのかわかんないけど、まし成功かな。これ重ねても大丈夫だよね。置くとき大丈夫だよね。すっごい熱いです。もう美味しそうなんだけど、てか量がやばいんですけど。こんなに作る予定ではなかった。1人5個くらい作る。あー熱い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 。熱いとか言いながら全部取った熱っ。いや量よ量よ。じゃあもう次も作っちゃいます。第2弾。本当に熱すぎだわ、やばい。第2弾作ります。これを移動させて、焦げてるかも、場所によるんですよ。大丈夫かな。暑いです。
と待ってくださいね、焼いてから見せます。ちょっともう今のうちにもう一個焼きたいっていう、そう6時までに終わらすの目標だから。焦げてるぐらいがいいかな、どうなんだろう。なんか場所によって茶色のとことトイプードルみたいな色のとこが、え、でも成功じゃない、食べてないからわかんないけど成功じゃない。お疲れありがとうございます。かわいいかわいい、マジトイプードルだわ。あ、結構焼けるわ。肩の方が追いついてない。そう、焼ける分だけ焼きたいんよね。トイプードル色は成功っぽい？本当に？さすがに3回で終わらしたいよな。2回はだるいな。あ、間違えて4回はだるいな。もう一個肩作って、もう一個肩作って乗せます。あっ、あっ、あ、分厚さがね全然違うからどうなんだ。やばい、肩が下手になってきた、どんどん。やばい、あ、やばいやばいやばい。これでいいや、なんでもいいわ。じゃあもう一回13分いってきます。あっつ、マジやけど案件すぎてやばい。一滴一滴、よいしょ、たったたった手際いい。だって女子力、女子力、もうちょっとだ、頑張れ。本当にあとちょっと、いい感じじゃん。あ、見せていい、見せたい。あ、そうなの、時間経ったらやばいんだ。やばいかも。先肩作っていいですか。肩がねめっちゃね、作りにくくて、そう、多分冷たくなくなってきてるから。何でも良くなってきちゃうよね、肩。何でも良くなってきちゃうだけど、じゃあそこはめんどくさがらずに。もうどんどん分厚くなってきて、もう面倒なってきて、分厚くなってきてる。分厚くない方がいいんだろうな。やばい、あとちょっとだ、頑張れー。あんなは嫌だな。ハートの形、全部ハートの形です。厚さ均等の方がいいよ。だってもうバラバラです、今バリッバラバラ。大丈夫か、女子力低下中、やめなさい、やめなさい。本当にどんどん女子力下がっていく気がしてる。やばい、最後らへんとかもう肩難しくない？
送できそうです。終わりそうです。なんとかなんとか終わりそう。次あと1回やれたら終わりだな。頑張れー。卵を開けた時が女子力最高潮だったって。やばいやばい、どんどん下がってきています。やっぱ肩が崩れやすくなってきてるのがわかる。すごいね。肩がペラペラですね。肩じゃない、生地がペラペラ。なんでいいんか。だって最初さ、ちっちゃいのやっとったのにさ、めんどくさいからもう大きいやつでやってる。もう一個大きいのもあるんだけど。発音変ですか、肩の。肩？肩？肩。やばい。バターの匂いがやばい。早く終わらせたい、このバターの匂いを。つい、どんどん雑になってきてます。あ、関西弁だから発音が変なのかな。どうなんでしょう。やばい、もうハートじゃなくなってきてます。やりにくいからちっちゃいので、仕事終わった、クッキー買った、今クッキー中です。めっちゃ時間かかってます。2時半からやってるんですけど、最後らへんもうめんどくさいからさ、もう肩作んなくていいよね。犬が鳴いてますけど、まあ気にせず、私の犬じゃないですね、ご近所の方の犬。本当は犬飼ってる。いやいや飼ってないです。最後はもうこのこれでいきます。めんどくさいの。よし、なんとか肩終わりました。疲れました、もう飽きました。肩で飽きました、もう飽きちゃったよ。やばい、バリ長い、バリ長い。手洗いたいから洗ってきます。待ってください。よっこいしょー、疲れたよー。あとは焼くだけです。もう当分クッキー作ることはないでしょう。疲れました。第1弾のクッキーを見せますね。じゃん、美味しそう。見て、写真撮って、写真撮って。え、めっちゃ美味しそう。はい、チーズ。良きですか。え、美味しそうなんだけど、ちょっとこれ肩いっちゃってるから。はい、取って。え、美味しそうなんだけど、ありがとう。ありがとう。食べていいのかな、食べていいのかな。ブラボー、ありがとうございます。もう全部ハートなんですけど、冷やした方がいいの、わかんない。冷やしてって書いてるよ。でもあったかい方が美味しそうじゃないって思ってるよ。どうなんでしょう。食べていいんだ。じゃあこの形が弱いやつから食べます。なんか歪んでるから、これとかこれとか食べる。え、食べていい。初めてのクッキーいただ
ただきます。生ではないやろな、ないやんな。うん、うまみです、うまみ。やば、待って、これ自慢できる。本当にうまみすぎてやばい。私が最近ハマってる日本語はうまみです。皆さんもよく使ってください。え、うまみすぎてやばい、めっちゃ美味しい。え、買っちゃった、やばいな。むっちゃ甘いけど美味しすぎる。ね、うまみだわ。うまみ使ってください。みおと姉ちゃんが最近ハマってるんですよ、うまみ。そう、なんかね、来るんですよ、もう自分の中の流行りが。いつも今はうまみ。ちょっと前はひらがなです。ひらがなでうまみで伸ばし棒。そう、昔はちょっと前はカワチーがハマってたからカワチーって言ってたんですけど、今はうまみが美味しい。あ、うまみが美味しいじゃない、うまみがハマってる。美味しい、やば。え、本気でやばい。え、マジでやばい、本気でやばい。え、みんなに揚げ回りたいぐらい美味しいんだ。うまみだね、成功だ。え、本当にあの揚げ回りたい、そこら辺の人に。クッキー作ったんです、食べてくださいって揚げ回りたいぐらい美味しい。女子力上がっちゃいました、やばいね、すごい。え、感動してよ、感動してる、美味しすぎて。そう、まだ3回焼くんですけど、まあ、まだ1回目なんですけど、あと2回も焼かなきゃいけない。いいね、ありがとうございます。本当に配りたい、そこら辺の歩いてる人に。もう駅とかでティッシュ配りしてるじゃん、その感覚で配りたいもん。もうあの「クキどうですか?」っつって配りたいぐらい良いです。成功、もらい倒したい。だってもう上げ倒したいです。本当に新大阪でお渡し会でも全然したい。いいですね、家族にあげます。これはラッピングしといてね、取りに来てね、取りに来てね。やった、成功ということで。絶対に負けられない戦い。お腹壊さないよね、だって大丈夫だ。私体強くて本当にあの何ないんですよ、そういうお腹壊すとかもないし、怪我もない。女子力上がりました、イエイイエイ。2連勝中です。何でも作れる説あるよね、あるよね、何でも作れる説ある。クッキー見せてた、スクショタイム2回目ですけども、わお。ちょっと焦げてます。はい、チーズ。はい、くしゃ。本当はあれガトーショコラとか好きだから作りたいんだけど、難しそうだね。クッキーがでも一番難しかった。え、いいんですけど、むっちゃ取れました取れました、やばーい、熱いです。メロンパン作るだって、できるの？メロンパンって作れる？わかんない、わかんない。メロンパンの皮作りたい。ガトーショコラ良くない？なんか友達のガトーショコラがめっちゃ好きだからそれを作りたいんだ、作りたいんだ。あ、レッツステイホームで料理作ってる方がね結構いっぱいいて結構いっぱいいてそう、私もねレッツステイホームの動画送ったんですけど帰ってきちゃった、短いから
短いって言って帰ってきちゃって、今どうしようってなって、どうしようってなって、どうしようってなってます。すっごい困っている今。お母さんが帰ってきた。いいけど終わろうかな。終わるかな。やばい、次はやけどしないように行ってきまーす。なんか白い、さっきより白いんですけど、いいのかな。さっきより白いだけど、いいのか。熱いわ。クッキーごと移動させる作戦。生ではないけど、あ、予熱してないからって関係あるのか。まあ第3弾焼きます。とりあえず、とりあえず、え、大丈夫だよね。わかんない。まあいいや、もう一個焼いてくる。でもこんなぐらいです。言うていけてるよね。わからんけど、まあ、とりあえず茶色いやつだけ取り出す。めっちゃ熱いわ。もう何回目の熱いかわかんないけど、めっちゃ熱い。で、美味しそうなんですけど、熱いんですけど、でもなんかいけそうな、いけそうな白さ、わかる。なんか明らかに無理やろって白さじゃなくて、いけそうな白さなんです。なんか色白だなみたいな、こんなんです。でもちょっとカントリーマームみたいに柔らかい。柔らかいのはダメなのか。カントリーマームみたい。この辺どうなんだろう、わかんないな。私わからないですけど、あ、いけそうだな。あ、いけそう。どんどん硬くなってきたからいけそうです。ほんと白いんだけど、めっちゃ。やばいね、成功じゃん。めっちゃ色白けど美味しそう普通にね。なんかどん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 食べれる硬さになってきた。こんな感じだけどいいね。まあまあまあ成功ということで、もう一個焼いてるんですけど終わろうかなってしています。何の報告、終わろうかなって思ってます。今から写真撮ってメールに送ってご飯食べてカノンちゃんと電話して寝ます。女子力上がった。やばいね、嬉しい。本当に初めて作ったんですけどクッキー、イエーイ。ありがとうございました。この超絶長い料理配信超絶長いんですけど、ありがとうございました。お疲れ様でした。今来ただって、今から終わるんですよ。そう、今から終わる。本当自粛、自粛だよ。自粛だじゃなかったらこんなんしてない。本当に次何作ろうだって。
何がいいかな、何がいいかな。やった、終わった、終わったじゃない、作った。なんか食べれるかな、分かんないけど、イエーイという感じで終わりますこんなんでいいんか、終わり方分かんないけど。オムライスだって作れそう。やけどしてないです。そう、椅子が激アツだったんですけどやけどしてないです。ありがとうございました。いい感じです。今日はね、夜は配信しないんですけども、また明日ぐらいに会いましょうということで、バイバーイ。お疲れ様でした。